はい、どうも、ちさんです。サイコブレイク続きどんどんやってくよ。ネクストチャプター。敵の足を打つと倒れやすいね。足こうバーンって打つとこうよろめいてこうバタッと倒れてくれてる時に火つけたりとかできるんかな。でもなんか怖いよねそれもね。あ、セバスチャンか。もういるよ。タイマーつけそうね。にもいるじゃないか。瓶がないんだよ。こういう時に限って。どっちから行こうか。右と左があるからね。さっき左から右から行ったから、今回左から行こうか。何も落ちてはなさそうだ。よし、左から行こう。あいつこっち来よる。静かにだぞ、静かに、そう静かに、そしてこっちを向くな。こっち向くなよ、あっち向いてろよ。なんであいつこっち側見してんの。あ、中に見つかった。おう、見つかっちゃった。そういやさ、私銃ばっかり使ってるけど、よいしょ、これじゃね、ん、これじゃね。あれ、なんかみんな探してる。目はあまりよろしくないのかな。手榴弾って、私あの火炎瓶と間違ってたわ、完全に。ちょっとラグがあるね。よし、一応上がり。なんかこの子たち赤いのも緑色のも出して、なんか贅沢だね。壊せるもの壊して、ちゃんと物拾って、何も出なかった。よいしょよいしょ。あら、まだ一人生き残りが。あ、もしかして私のこと気づいてなかった。さっきので死んじゃったかどうか不安だったから燃やしたんだけど、杞憂に終わったようだ。この樽で最後かな。何も出なかったね。よし、行こう。なんかここ水がポタポタずっと落ちてるんだ。居心地悪くてさ。よいしょ。さてと、一体どこへ出るのか。おお、もう見つかったや。いけ。は、飛んできた。うん、もうすでに気づいてるね。頭どれなのこの子。頭2つあるんだけど。
よいしょ。ほう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 。ほいほいほい。いやー、いっぱいブレイン集まって嬉しいな。ほい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。回せ回せ、カステヤノス。よいしょ。はーい、もうちょっと回して回して。あら、女神像が落ちてきた。はいよ。これは忘れ、これはちょっと、忘れるというか。あ。なんだ、驚かせやがって。おっと、チェックポイントですね。またなんかこれガタガタやってくるやつ。怖ー。はあ。怖えー。ふえ。うえー、怖いよ。これ刺さっとっても文句言えねえぐらいだぞ。うっ、怖いなあ。物騒すぎる。軍事施設みたいになってるけど。ああ、こう通るとこか。ちょっと電気消してくれ。緊張感はあるな。ほう、チェックポイント。でってけでー。で、ん？ん？なんもない。あ。被験者番号25、33、そして55にも異常な波形を確認。大丈夫。全員に共通する病歴、解離性同一性障害。同一性障害ってことは、前頭前皮質への実験で起きた自我の喪失が予期せぬ結果を生んだのだ。ほう。自殺への願望が後退人格から基本人格に対する攻撃として現れ、ほう。自意識が弱まると無制限な融合が始まった。え？二つの生き物が縫い合わされ強制的に一つになり、怖っ、やだ。普通別人格をこう作る理由って基本人格守るためっていうのに、お互い憎み合っちゃうの。作った意味よ。ちょ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 、なんすか君たち。これで合ってるの？よく分からへん。ミニマム、ミニマムたちが、ミニマムたちがいるんだ。普通にキモい。まだいる。ミニマムたち、這いずり回らないでおくれ。ミニマムたち、普通に踏むだけでもいいわ。ごめんね、無駄な殺生ダメって分かってるんだ。でもね、ほっとくのが怖いの。なんかまだテチテチ音が聞こえる。
こっちで合ってるのかな。こっちじゃないもんね。こっちだね。よし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 。いいペースだよ、カステアの。レスリーだよね、多分今の目的。キッドと一緒にいたんじゃなかったんだ。よいしょ。うわ、また何の水かもわからないところに。もう帰ったら即お風呂だよ。帰れるかどうかは別として。いや、帰れる帰れる、帰らなきゃ。ん？こっち行き止まりか？お、そうじゃなかった。ん？どっちが本物？こっち？うわ、テチテチ野郎がまた来た。なんか暴力沙汰っぽいけど、あれ？やっぱりこいつら生かしてはおけないのか。生かしておいたらこいつら私を攻撃する。生かしておけん、倒すしかあるまい。まったく、普通に這いずり回るぐらいならまあ私も。足噛みついてくるなんて。よいしょ、ちょっと電気つけないでってカステアの。不安なのはわかるけどさ、見えてるから大丈夫大丈夫。なんか進むたんびにさ、セーブ入るから怖いんだけど、それだけなんか即死トラップ的なものがあるってこと？マインボルト大好き。マインボルトの使い手と呼んでくれ。これなしではもうアガニクロスボウを扱えない。なんもなさそうですね。おお、嫌な予感しかしないな。地下洞窟の式、深入りしすぎた。やはり罠だった。何度もソフィアに忠告されたのに、あと一歩で真実を突き止められたはずだ。確かに手応えはあったんだ。あともう少しだったのに。ドアの隙間から風が漏れてくる。外につながってる証拠だ。鍵になるプレートは見つけた。表か裏か確率は1/2。最も簡単な選択なのに決断できず行ったり来たりを繰り返している。ソフィア、もし外に出たら君を抱きしめる。君が正しかったと言ってずっと話さないよ。この人かな、女性っぽいけど。表か裏かとか言ってるけど、うちそんなプレート持ってないんだが。オートセーブ入ったし、一回行ってみるか。てでってってってー。あ、レリーフ。ちょいとお待ちを。こうやつ動いてるじゃないか。アーカイブス。アーカイブか。さっきのレリーフ見たいんだ。レリーフ、レリーフ、病院のレリーフ。あった。片側が血で汚れてるっていうことは、血で汚れてない方を入れれば大丈夫。こっちだ。はい、血で汚れてるってことは、そっち側に、そっち側はめ込んでザクッといったってことだからね。冷静に、冷静に行けば大丈夫だ。冷静に行こう。
そうそう、そういうね、常識的な感じのことが確か。でカステアノつけてないな。うわっ、これはこの波動は、波動はとか言っていいのかな、波動弾ルカリオパイセン、これレスリーがいるってことかな。レスリーン、おお、あれここ病院や。レスリー、なんかまた飛ばされたんですけど。どけどけ車椅子。レスリー、あの波動を使えるのはレスリーだけだもん。知ってるんだよレスリー。レスリー、あら、一体どうなってるんだ。時間がない。彼を止めるためには逆転する方法を見つけなければ。ほう、誰を、ルビックってやつか、何者だ。すまんが時間がないんだ。教える気がないなら手伝えないぞ。うん、助けがいるんだろ。彼は、我々が共同で研究してた、なんといえば、ほう、つまり複数の脳を接続する研究だ。ああ。電気パルスで脳のすべてを共有する。感情、記憶、知覚、すべてを直接に。ほう。前例はない研究だ。心理学や薬学にも影響するだろう。人間の意識をつなげるのだ。そうだね。正気かな。これじゃ悪夢だ。そうだ、完璧ではなかった。不安定なホストではな。最高だ。あんたの共同研究者はイカれてて、俺たちはそいつの頭の中。そういうわけではない。我々も一定の影響を与えている。しかし意識的影響力を持つのは彼だけなんだ。あんたならわかるはずだ。やつの望みはあくまで推測でしかないが、彼の望みは我々の死だ。我々の死、そんな勝手に取り込んで。嘘でしょ、嘘でしょ。カスティアーノ走って、もう構わない、何でも構わないよ。おおおおおおお、怖、最後の最後に、はあ、怖。あれ、誰、ルビ君。最後タティアナ先生のところだった。今回少なかったね。はい、ということで、じゃあ終わろうがここで。なんかよくわかんなくなってきちゃった。ルビックは研究者で、研究してたもんね。研究してて、ヒメネスと一緒に研究してて、脳をつなぐ研究をしてて、であれか、なんだっけ、解離性同一性障害持ってる人にはなんかこう、なんだっけ、攻撃的な、こうお互いの中身同士で喧嘩してて、でまあ医学的に脳をこう他人とつなげることでこう何か役立てないかみたいな研究をしてたのに、ちょっとそれをミスっちゃってこんなになっちゃってるみたいな感じか。あ、怖っ。でこのさ、頭2つあるやつ、そういうことなのかな。攻撃性があるやつと、こう基本人格みたいな。うん、謎は深まるばかりでございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。